どうもショータイムゴルフです。今回はカレドニアンゴルフクラブに来ました。ここはですね、日本オープンの地区予選が行われた場所で、それ以来なんですけど、僕はね70で通ったわけですよね。ここになんか予選落ちの人がいるんですよね。なんかうざいわ予選落ちしたよ、はい、タバコも吸ってるし。皆さん大好き伊藤くんでございます。おはようございます。今日はこの2人で、差しで回っていきたいと思います。もう一応メンバーだから負けないけどね。メンバーなのに、いくつ叩いたの？メンバーなのに、横新さんと回って80回打ったから。下手ですねしょうがないよね。まあ行きましょう行きましょう行きましょう。とりあえずね、おはようございます。はい、ショータイムゴルフ代表取締役10番ファーストショットです。マリがあるね。マリがありね。オッケー、いいよいきなり俺右に OB しそうだからさ。うまい。完璧だ。完璧だよこれ。完璧だけどちょっと飛びすぎじゃない？ここら辺ですね。ちょっと頭かぶってる。頭狙い。はい、こちらがですね、メンバーコースで予選落ちということで。何回回ったの？俺どっかの餃子屋の社長みたいにならないようにね俺2回目で70を出したんですけどね。何回目？100回目ぐらいで80。俺？うん、そうだねお願いします。お願いします。おいこっち、この上あたり大丈夫だと思うよ。大丈夫。ホカロン必要だ。ホカロン持ってないの？ホカロン。そこまで寒くないでしょ。俺ホカロン持ってるよ、ポッケに。もう寒いの苦手だもん。俺2枚なんだけどな。嘘でしょ。全然寒くない。アンダーマに今日ね、真っピンクで来ようと思ったのに、ズボンのピンクがね、クリーニングから上がってきてないからやめたの。これ昨日買った。あ、そう。これ昨日買ったの。何それ？これよくわかんない、フランスのもうやつらしい。まあまあ安かったよ。まあまあ安かった。何？100円ぐらい？違うよ、3万3000円。3万3000円。安いでしょ、3万3000円。昨日テルキ君がさ、あの竹内プロが買い物に行きたいっていうか一緒に行って、ダウン買うっていうから行ったのに、誰もあっちは何も買わずに、俺は多分7、8万の買い物して帰ってきた。どこ行ったの？伊勢丹。伊勢丹。竹内君は買わなかった。竹内君はモンクレーのなんかジャンパーが欲しいっつって言って、いやモンクレー20万ぐらいするよって言ってんのに、ね、10何万であるって言い張って、絶対ないって言って言ったら本当になくて、ないでしょ。一番安いので18万8000円だった。諦めたんだ。諦めたなんだそれ。伊藤君のボールが、ね、ありましたね、右に。右なんか木がねこんな感じであって、ピンはここですね。ピン右の奥、94ヤード。94ヤード。スタート。58かな、うん、上を行くそうです。おお、上行ったけど飛んでねえぞこれ。どっ、どこ？ただけ左の手前。ああ、乗りましたね。ショートタイムゴルフまあまあいいけど、ラフだよ。ピンまで110。ピンがですね、皆さん右の奥です。はい、僕のボールはこの左手前に乗ってます。56だ。はい、56。いい球。ハイソーン、もう今日ですね、差しなんですけど、牧野さん、ですね、僕がですね、免許がないんで、いつも運転をしてくださってる僕の運転手さん、牧野さんです。よろしくお願いします。ゴルフ歴1年ですが、ゴルフは楽しくやってますね。はいはいバーディーパット、めっちゃ長いけどな。
弱くね？弱い。弱い。まずいぞー、朝から。服だね。ちょっと切れるっしょ。パーパットだ。あの効果音が流れてよ。入ったよ今。オッケー。はい、ショースさんバーディーパット。めっちゃ切れるなこのスライス。うまい。はい、ナイスバーディー。やば、朝から2打差やん。ナイスバーディーです。嬉しそう。はい、OB 打ったんだね左に。ああ一応やっちゃいけないよねこのホールで。左はね。はい、カレドニアン11番ホール、パー4429ヤードです。ここね、ダイヤモンドカップのためにいろいろ改装したんだよ。こんな広くなかったんだよこのティーグランド。429ヤードね。いい球、フェードだし珍しい。あ、球が見失ったけど、まあいい球です、はい、ここら、ここにラウンドしました。グロス？え？グロス？グロスでしょ。朝から2打差だよ、朝から2打差。ちょっとパターのシャフトだいぶ特殊で、いろいろいじったんですよね、あれは。シャフトのね、剛性がいろいろ違うんだよ、まあ、あのパターいいんだよ。まあでもいじったくせに入らないから。だからラインには乗ってたじゃんって、強かったの。あれヘッドの問題、ヘッドがあの変なさ、イボイボのあの、なんだっけ、あの転がる巡回転のやつ。あんまね、あれクラブとか変えてもうるさいな。ショーツさん以外みんなね、この動画に出てる人たち全員俺のクラブだから。あ、そう。ほんとひどいもんだよ。全員俺のクラブ使ってる。うまい。うまいな。ゴルフ歴1年なんだけどな。すごいな。ほんとうまいな。どうしてあんなうまいんだろうな。僕今後もやってるんで、いろいろ作ってね。小生のクラブなんか全部俺のだから、あれ。うん、ひどいもんだよ。で、勝谷さんの何8番アイアンなくしたって意味が分かんないんだけど。勝手に人のヘッド借りといてさ、ひどいもんだよね。かっちゃんでももともとあれじゃん、アメリカにいた時もっと触れたから。まあ 70X 入ってるけど、今の感じからしたら絶対変えた方がいい。 50S ぐらいでいいんじゃない。 50S はちょっとやりすぎだけど6S をちょっとジップカットして軽めに作って、バランスを軽くして。でもなぁ、かっちゃん手で振っちゃうからな。逆に言ったらちょっとヘッドバランス出してあげて先走った方がいいのかな。黒影がもう合わなくなってるよね、どうやってもね。先剛性が強すぎちゃう。もうちょっと手元柔らかいのにしないといけないかもしれないね。それはあるかもしれない。ショーツさんのクラブは藤倉さんがね、やってるでしょ。はい、お世話になってます。藤倉さんのおかげでね、こんなに飛ぶ人になっちゃう。なってますね。ワイルドで38P ね。ピン今日振ってあるな。左だよ、左手前とか。またいい球、ちょっと捕まった。乗るかな。あ、大丈夫。うまそう。うまっ。ショータイムゴルフどうしたの最近、調子よくない？いい加減プロ転向したら。いや最近ね、最近調子いいよね。やったじゃん。水曜行ってあげてみんな、餃子屋さん美味しいからさ。最近全然行ってないんだよな。143ピッチング。143 P。 え？バンカーそんな飛ばなかったの。いやん、バンカー意味わかんねー。やばいよ。ちょっと開いて入ったでしょ。入った入った。体動かねえんだよ朝から。
こいつのインスタは概要欄に載せません。載せろよ載せろ載せません。載せろよ伊藤くんのボールがですね、これでなんかまあ画面じゃ伝わりにくいんですけど、ちょっと止まんないじゃん、ピン見えないで、でエッジから下ってます。まあ簡単なバンカーですね。どうが簡単なんだ、やってみろ絶対無理だな。簡単なバンカーです、大丈夫です、安心してください。うまいうまい、あ入るかと思った。あーちょっと強いか、ちょっと強い。うまかったよ今ねえ。まあ、まあ普通ですね、普通のバンカーショットということで。カレドニアンはね、年に4回ねエアレーションすんのよ。他のコースの3倍かかってんだから、整備費。ショットさんバーディーパット、これ入れないでね、先言っとくよ。入っちゃったよ、なんなのそれ。だそこまでやるなら日本オープンの予選通れよ。突き寄せの試合、はい、すいません。伊藤くんのパーパット、まあメンバーならね読み切ってほしいですよね。これはナイスだった。おっと伊藤くん連続ボギー、返しもちょっと危なくない。ボギー。いここショットさん嫌いらしい。ここ地区予選の時どこ行ったんですか。左のねバンカー、うん、左のバンカーね、行きやすいよね。今日も左のピンだし、今日どうしたんだろうねカレドニアン、こんな難しいピンで。ショータイム用に。まあほらここの支配人とかショータイムゴルフのファンだからね、みんな。右からドロー、いい球だよ、見えない全然。あ、乗った乗った乗った、ナイス。おっと真ん中乗せるよ。何番？5番。5。あ、ちょっと右だ。出ないことになろう。うん、手前グリーン手前、難しいアプローチ。まずい。なんか最近こいつすげえゴルフ誘ってくるんですよね。だってゴルフしたいもん。いつも断ってるんですけどね。本当に痛いよね。なんなの？なんなの？なんかねコメントで伊藤くんなんか伊藤くん好きだみたいなコメントが結構あるじゃないですか。それでこいつ調子乗ってめっちゃ出たいとか言ってくるんですよね。もともと5000円で出る契約するって言ってたのに。それは言うな。一銭もお金払わないからだろ。まだ3回出てないから。3回出たらあげるよ。お、本当に、うん、早くじゃあ出して。まだ2回目だから。うるさいな。タバコ吸ってるとこ映すでない。パワハラするよ。池に落とすよ。池は寒いな今は。ちょっとバンカーに埋められるのはまあいいとしてもね。あとで埋めとくんだ。何？え？僕ばっかり映ってもしょうがないかなと思って。いやみんな伊藤くん好きだからさ。俺の知り合いもなんか伊藤くんまた見たいわ、伊藤くんいいわみたいな。言ってくるんだよ。やめてくれます？え、やめてくれます？そんな好きなのか。絶対そんなことないでしょ。最初まあ俺と勝也が共演したらすごいことになると思うけどね。最初あんなボロカス言ってたじゃんみんな、遠くにあがましいわみたいな。うん、だからボロカスに言いたい言いたい人も必要なんじゃないですか動画に。まあ僕は言われ慣れてるんでね昔から。なんかさ、ショーツさんが伊藤くんって言ったせいで伊藤くんが定着してんだよ。俺あだ名伊藤翔だったんだけどさ。伊藤くん定着しちゃったんだよね、ショーツさんのせいで。伊藤プロだとなんかさね、いやこいつ下手だなみたいな。いや俺下手だからね。だから練習しなくてもプロゴルファーになれますよっていう。伊藤くんにしとこうかな。伊藤くんでいいよ、馴染みやすいでしょ。プロゴルファーっぽくないでしょ。ただのお金持ちゴルファーでいいよ。ああ俺のボールここに落ちたんですけど、
転がってグリーンの左に落ちちゃいましたね。いいショットだったのに。これは超むずいですね。止まんないよねこれ。多分こうやって傾斜なんですよ、下り。バンカーですね。そう、右に外すとね、これがあるんですよね、ここのピンだと。ダメだよ、超むずいんですよね、これ。ここにピンが切ってあったら、これ無理だよ、無理。はい、3打目パーが取れないのかな。これもちょっと出ちゃうか。危ない。はい、ショータイムゴルフ2打目。これは海に乗ればいいやっていう感じだ。ほんとカルドニアン舐めてると難しいんだよな。乗ればいいや。乗るだろ。あ、トップ打った。イエーイ、ウーヨッホー、イエーイ、いってらっしゃい、さよなら、イエーイ、舐めてるからだよ、人のこと人のことを舐め腐ってるからだよイエーイやったね、めっちゃ嬉しい。すごいよね、このグリーンね。尾根越えたらあんなとこまで行ったから。はい、頑張って。いや、ショットさん、これさよならグッバイだよ。待って、さよならグッバイ、グッバイデイ、今日が終わり。ダボデイ、ダボデイカルドニアこれがあるんでね。はい、ショットさんボギーパッツ。はい、ナイス。トリプルまだあるよ。あるね、トリプルまだある。バーディーパットじゃなくてボギーだ。なるほどな。あ、切れた。ちょっとこれ OK じゃないですね。ダボパット、トリプルやだな。これマジむずいな。入りました、ダボです。ショースさん、ダボパット意外に切れるよ。ナイス、ナイスダボ。皆さん、この動画をいいと思った方は高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ちょっとね、登録者数伸びたらいろいろね、イベントも考えてるみたいなんで。はい、考えてます。はい、よろしくお願いします。